もぐもぐ。どうもラッスルでーす。さあ今日は、鶴ヶ島駅から徒歩18分であります、味勝負2代目江戸さんにお邪魔します。なんとね、ここのお店は、デカ盛りなんかが有名で、あの大食いの選手とかもいっぱい来てるみたいでですね、あの美味しい唐揚げがいただけるということなんで、早速行ってみましょう。レッツゴー。おう、さあやってまいりました、2代目江戸さん注文制です。今回メニューはたくさん頼みましたが、店員さんの動きがかっこいいなと眺めつつ、冷たいウーロン茶が美味しいなと思って待っていると、おう、来ました、2代目江戸名物男気唐揚げ山脈うたみです。山盛りのビジュアルに見ているだけでたまりません。それでは早速いただきます。箸で割ると油が滴るほどジューシーに仕上げられた唐揚げ、食らう。熱々の唐揚げはサクサクジューシーにしっとりと仕上げられながらも、家庭では絶対真似できないような極上の味わい。レモンをかけて食べてみると、こってりとしながらもさっぱりとした味わいに箸の止まらない美味しさ。ここで注文していた餃子が到着。酢胡椒でいただくのがラスル流。早速我慢ができずにパクリ。ちょまめい。一口噛むたびに肉汁が溢れ出す、こちらも間違いない味わい。そんなこんなでやっぱり本家も見習わないとなと思って麺類を注文。あでやかに彩られたジャージャー麺は混ぜているだけでよだれが止まりません。美味しそうなビジュアルに待ちきれず、すする。つるつるしこしこの麺と甘辛のジャージャーあんが絡み合い、すする勢いも止まりません。定番のマヨネーズを絡めて食らったり、餃子を3個一気に食らってみたりしたところで、唐揚げ餃子、ジャージャー麺と男の子が大好きな料理をたくさんいただいて、ラズルも大満足。それではごさらです。おう、はい、ごちそうさまでした。今ね、あの2代目江戸さんであのデカ盛りいっぱい食べてきたんですけど、やっぱ美味しいですね、いつ食べても。なんといってもあの有名なあの唐揚げなんですけど、本当に一個一個が大きくて全部ジューシーで、でその他のあの餃子とかサイドメニューなんかも本当にもう全部どれ食べても美味しくて、本当にもう皆さんには来てほしい、もう大好きなお店です。それではラスルの公式キャッチフレーズ、2代目江戸さんデカ盛り界のゴッドファザーや。はい、いやこれめっちゃオープニングとかエンディング撮ると恥ずかしいです、本当にこれ。